違いました。りょうくんやっほー、ジュリだよ。ジュリ、そう今日は今日限定のジュリでした。あいた、何やっほー、今日最高に顔パンパンだと思う。体調大丈夫かな。大丈夫そう、みんなが心配してくれていると思うんですけど、みんなが心配しているよりも大丈夫ですので、元気で元気です寒くねえの、寒い、今日寒かった、すごく。早くさ101日目でサボったらやばいよね。みおちゃんこんばんさい。ぽんさんこん、え、ぽんくん誕生日だったの。言ってよ、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアぽんくん、ハッピーバースデイトゥーユー。気づけんかった、おめでとう。わいわいやっほー、もうちょいパンパン、やばい、これ以上パンパンだったらもうやばいよ。どんだけむくむ人なの。ダダさんこんばんざい、のりさんこんばんざい、ぷんすか CDV お疲れ様、今日こちらこそありがとう。最後さ、あの行ったでしょお店。ちんこんばんざい、無理しないでね、かけうちありがとう。ジュリアってよくハーフって言われる。なんていうね、いつも答えていいか分かんなくなっちゃう。だから千葉と埼玉のハーフですって言うと、あみたいな反応なる。今日は冷えてよ、この僕が、お、それは冬が来たね。キャップこんばんざいチャームポイントはむくみ超チャームポイントじゃないそれ。池姫こんばんざい、池姫がつかさちゃんパートでこう押し出されてるところ後ろから見てたよ。コージこんばんざい、やっほー。今日はリリーベでした。ジジャちゃん可愛すぎて目が覚めたこの時間に目が覚めちゃったら大変なことになっちゃう。体調は大丈夫、そう大丈夫、ご迷惑をおかけ、本当になんかみんなへの発表がさ1時間前ぐらいになっちゃってすごく申し訳ないんですが、元気です。みんな心配してくれているよりは本当に元気なので大丈夫です。ただしっかり休みます。タピオカ飲みながらね、そう思ったそれ、メンヘラ声割とまして、え、そうだったっけ。無理しないで来てくれてありがとう、本当におやすみ、ありがとね。よっやっほ、今日もかわいい。今日はそう、あのあゆちゃんプロデュース上方公演、公演というかリリーベだった言葉が分かんない、リリーベだったんですけど、あゆちゃんが決めてくれて、あのまゆゆのようなハーフツ、ストレートハーフツインっていうのをお題でもらったので、今日はジュリリでした。朝早く起きてしっかり、なんかこの前髪もねケープしてしっかりと、でなんかここの分け目とかさ頑張ったの。なんかここの後ろのね、ここ見えないんだけど、ここもなんか眉毛の画像をしっかり調べてみて一緒にして、この前髪いつもジュリこんな、なんかなんていうの、このこういう分け方しないけど、ちゃんと眉毛の画像を見てやりました。
めっちゃだから私服も今日はねアイドルみたいな、まゆゆが着てそうだなっていうわかんない洋服を着ました。だからいつもとちょっと違う、後ろからそう後ろから見てて、メンヘラ割と好きなんかい。カズキ元気大丈夫だった？そっち若く見、そう確かに若く見えるかもしれないそうジュリリでした。お腹鳴ったジュすぎた。本当こういう服好きでしょ絶対。わかんないけどなんかさあんま、あらららららら、ほどけちゃった。なんかジュリあんまちたまに着るぐらいの服、あんまこういうさなんだろう超ガーリーな女の子よ、なんかガーリーな服は好きなんだけど、すごいガーリーな服は着ない、あんま着ないからわかんないライトクォーターおでこと、ライトクォーターって何だ、おでこと。今日もここにゆで卵がいる、なんでだ、いつもゆで卵。まゆゆに会う、そう本当にごめんなさいっていう気持ちは持ってる。しかもリマがねまゆゆ大好きだから大丈夫かなって思ってた被害は何も、あ本当によかった。それはじ、のぼるこんばんは、体調大丈夫。そうみんなごめんね心配かけて。ちぇちぇそう生きてる、なんとか生きてるけど本当にちゃんと休みます私。でも明日のライブは日本とも出演するのでお待ちしてます。ヘラヘラしてます。ジュリアス、ジュリアちゃんこんばんは、覚えてるよジュリアス、お猿さん。マレーシアぶりだね、覚えてるよもちろん俺はマリコ様、あ意外だね、あでもそっか、え意外かも。ちゃんとね、はい寝ます、あのちゃんとお風呂に浸かってお布団かむって寝ます。元ならす、え意外、全然イメージと違う48は超、えねジリも本当にね好きだった、でも1番ではなかった、10番に入る微妙、え本当好きだった、チームメイトの中では本当超上位で好きだった。丸物バナナ4口で食べたから、マルモのナナナのせいにしようか一緒に。嬉しい、またね、もちろんだよ、だってツイッターもいつもリツイートとかしてくれてありがとう、ちゃんと見てるよ。またシンガポール、シンガポールもマレーシアも行けるように頑張るから待っててね。誰だと、え誰だろう、意外に超さ王道のとこ行きそう。おでこ露出、あ本当？あこんな巻き方普段しないからさ不思議わいまちじゃちゃんが電車そう本当に本当に合う、なんでだろう。しかもここだけの話言っていいのかな、これわかんないからやめとこう。ジュエルこんばんこんばんは、ありがとうジュエルも来てくれて、お腹鳴った、元気？タイに行ってたんだっけ、タイに旅行中だった。今はジュエリージュエリーだよ。マルモの位置が、あえそうなの、食べれないじゃん、どうりでマルモのバナナの隣にいないと思ったら言い忘れたじゃあ冬もうちょっと待ったらマルモのいちご配信だね。そりゃ千葉だから、そう本当に結構ね芸能人に会う率高いよ。うん、なだから何って話だけど結構
に最近では誰やった、最近は逆に会ってないかも。あ、最近だと誰だろう、最近か、最近誰だろう、最近か、あ、お腹が、誰だろう出てこない。お疲れ様、ありがとう、来てくれて、やっほー、朝早いのでおやすみなさい、お大事に、ありがとう、おやすみ。出てこない。そう、最近って言われるとそんなこのなんか1ヶ月とかは見てないかもしれない。あ、一番最近、誰だろう誰に会ったっけな、誰だろう、あ、渋谷のコンビニで亀梨和也を拝見したよ。一番最近、ここを最近で思い出せる一番の芸能人、一番会った人で嬉しかった人、パッて見かけた芸能人ってこと、会いに行ったはなしでしょ。見かけた芸能人で一番嬉しかったの誰だろう、見かけた芸能人で一番嬉しかったの誰だろうなあ、でもジュリナーニャに会った時はめちゃめちゃ大好きブームの時だったの、だから嬉しかった。しかも話しかけたら握手もしてくれた、でもっと好きになった席大丈夫ですか、大丈夫、ありがとうね、心配してくれて、喉をちゃんといたわってあげる、すごい、そうそうそう、レジの前になら並んでたのジルもびっくりした、イケメンだった、どうなんだろう、でもジルあんまり顔がそんなそういうかっこいいっていう人があんま好きじゃないから、特に、あ、すっごい芸能人だとは思ったよ、チャニーズだとは思ったけど、ああいうイケメンのがあんま別に特になんだよね。だから芸能人だぐらいしか思わなかったかもしれない、顔がそんな、そんなってなんていうの、興味がないの、ジー、本当に。だからなんだろう、そんなに興奮しなかった上から目線の女の人みたいになってる、水いっぱい、そう、本当に水をいっぱい飲まないとね、ジー水嫌いだからさ、今度お湯に会った時も話しかけて握手してくださいって、ヤギでよかったとでも自分本当にね、なんだろう、あんまり興味がないんだよねなんでなんだろう、昔からなんか、昔からさ、友達とかがこうジャニーズにハマる時代にジュリ一回もそっちの道に行かなかったの、なんでなんだろう、なんか昔から本当にジルはアイドルが好きだったから、女のアイドルしか見てなかったの、だからジャニーズにハマる時期が一回もなくて友達がみんな聞いてる中さ、何聞いてたから知ってる曲はあるし、なんか振りも覚えさせられたのすっごい覚えてる、高校生の時に本当にジャニーズが大好きなお友達がいて、頑張ってジリそのグループ名のメンバーを覚えるのに必死だったぐらいで、なんかサビの踊りをこう教えられた記憶はあるごめんなさいって言う断られるんかいまさかの、そう、覚えさせられた、こういう風に、なんだっけな、なんだっけな、忘れちゃった、いや、思い出せるんだけど、なんかのやつ、みんな大好きだったカラは歌えるし踊れる、懐かしいね、カラ
ジルも一回昔すごく K-POP が好きだった時あった。配信何時まで、配信あと5分10分ぐらい。今が今何時なんだろう今何時だろう。あと5分10分。なおありがとう。18分でしょ。25分ぐらい、あと7分ぐらい配信します。 K-POP 言うに、そうたまに聞くよ。ジリも今もいいよね、可愛いよね、顔が好き。韓国の女の人何の話しててこうなったんだっけ、忘れちゃった。ジリって歌、え、ジリだから本当にアイドルばっか聴いてるからさ、一般的に流行ってる曲が全然わかんない。ずっとアイドルばっか聴いてたから流行ってる曲サビしか知らないし、アーティスト名もわからないぐらい全然わかんないだよね。あと最近はそんなに音楽を聴いてないかもしれない。あと何聴くんだろう、なんだろう、それぐらいかな。夏メロ今曲まで全部聞いてるかな。え、本当に意外。今た、え、一緒に行ってるの台湾に2人で。違う、いいな台湾。ジルも行きたい、楽しい一緒に行ってるんだ、仲良し、いいないいな。ご飯乗ってるの見たよ、ご飯乗せてるのツイッター。え、仲良しだね。ハートありがとう。花束もあいっぱいくれてる、ありがとう。ジュリアスありがとうなんだろう普段聞く、でもそれぐらいかな。アイドルとアイズワンもアイドルになるのか、 K-POP だとそこら辺聞いてるぐらいかな。あとはなんだ、YouTuber ばっか最近音楽聴くっていうよりも YouTube 開いたら YouTuber ばっか見てるかもしれない。音楽はお風呂入ってる時とか通勤通勤電車の中とか聴いたりするかな。アイドルは乃木坂と欅ぐらい。バンザイジャパンでしょ、バンザイジャパンを聞いて。ジュリアスと私は今たね二人でいるなんてなかなかエイトの特質からエイトの話。え、ジュリだって妹とさ47のずっと踊ってたよ本当にさ、今がハマ、まあ、今昔本当に AKB にハマりすぎてた時があって、ずっと本当に妹と踊ってた。 YouTube とさライブ DVD を見てさ、ずっと本当に踊ってた。3人妹2人いるの、3人で一緒にずっと踊ってた。一曲も入ってね。ちょっとバンザイジャパン入れてよ。のずつ、ありがとう、ワック先生。先生らしいこと言われた。ビッシュ聞く聞く、大好き大好き。ワック大好きだから。めっちゃ聞く。全然エモいよね。そう、超大好きだったよ。あと、なんだ。そう、昔本当に大好きで、なんだろう。ほんとずっと、紅白歌合戦が大好きだったの、ジュリと妹
そればっか見てた。YouTube でいっぱい見たり、ジルよりも妹の方が AKB 大好きだったから、なんか妹はほんと一人で握手会行ってたし、小学校中学校の時。言いたいことがあるんだよ。嬉しい、ありがとう。また会えるといいね。また行けるように頑張るね、海外遠征。貸して万歳。持ってるでしょ CD。 でもジル本当に普段でも万歳ジャパンの曲全然聴いてること多い。妹ちゃんはもともとはあっちゃんが大好きで、もう一人は大島優子が大好きだった。なんかお兄ちゃんがあっちゃんが大好きだったので、お兄ちゃんの部屋にこうあっちゃんの生写真とか貼ってあったんだけど、まあお兄ちゃんは彼女ができるじゃないですか。でそういうのマジでやめてみたいな。ダメ派の彼女だったんですよ、アイドル好きが。で全部妹にあげてみたいな感じで、あっちゃんが好きだった妹はあっちゃんが辞めて田野優香と太田優里ちゃんに変わりました、うちが。で大島優子ちゃんが好きだった妹はさや姉になりました。あ、さや姉とあと SKE の奈緒ちゃんだっけがめっちゃ好きだった。ないで、嘘、買ってなかった。リリーベって買ってないっけ。今週は台湾で、あ、そうなの、それ行くの、もしかして。たのちゃんゆうりちゃんに、そうめっちゃ妹はね、そう大好きだった。リリーベ行っても、嘘、そうか、なるほど、はい行く。あ、そうなのね、いいな、楽しんでね。台湾写真待ってるよ、いっぱい載せて。さやねとふわたなおちゃん、え、そうで、そう思いきやなんかね、ジルの妹結構系統がバラバラよ。なんだろう、でもさやねが本当に、いや、もともとは大島優子ちゃんが本当に大好きだったんだけど、さやねみたいな、わかんない。かな、なんか不思議、なんで私はこんなに、なんかなんでっていうかあれだね、時が経つのが早く感じる、すごく懐かしい。すごく懐かしい。そろそろ配信終わりにしようかね。明日は、ライブが2本あります、どちらも出演しますので、ぜひ平日なんですけど見に来て会いに来てくれたら嬉しいです。ご予約は、予約フォームがあるのでそちらからしてくださると嬉しいです。で10月の24日はあのミニワンマンライブ1024が赤羽レニーさんでありますので、ぜひ、あと10日もないですね、9日です、ぜひお待ちしてます。10人十色の、振り替えワンマンライブではないので、10人十色は10人十色でまたあるのでお待ちしてます。1024はその
急遽決まったミニワンマンライブです。ぜひてください。12時のお待ちしてます。とあとはなんだろう、まあライブがたくさんありますので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ライブ2本頑張る、ありがとう、ちゃんと寝ます、ゆっくり休んでね。いつか日本でジュリアちゃん、あ待ってるよジュリアス、ありがとう、楽しんでね旅行。竹木配信ありがとう、こちらこそしっかり休んでね、早く治します。でも本当に元気になったので、皆さんも心配なさらずお願いします。ゆっくり休んで飲んで治してね、ありがとう、今日はありがとう、あっこ先生こちらこそ、うんぼんぶんぼんぶんぶんの方だけ待ってるね、おやすみ、お大事に、ありがとう、お大事にするわ、心配かけないようにするからね。タダさんおやすみで、ありがとう、ジュエルさんと連れていくね、二人で来てくれたらとても嬉しい、待ってる、楽しんでね、配信をつり、クロスとありがとう、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、ジュエルさんおやすみ、ありがとう、おやすみ、ルビーさんおやすみなさい。では私はちゃんとお風呂でお湯に浸かり、しっかりお布団をかぶって今日は寝たいと思います。みんなもあの体調には気をつけて、くれぐれもなんか、しっかり寝て休んでください。バイバーイ。ありがとうございましたってこの子たちも言ってます。うつむかないで、バイバイ。